皆さんこんにちは、大野和志です。今年4月26日の、877回、東京定期演奏会でですね、私たちは、交響的舞曲ラフマニノフ作曲、そして、交響曲6番シベリウス作曲、そして、鳥は星形の庭に降りる、という滝沼徹さんの作曲による3曲を演奏いたします。まずラフマニノフの交響的舞曲からご説明申し上げたいんですけれども、実はこの曲はですね、ラフマニノフが生涯で一番最後に書いた、残した曲なんですね。それで実はですね、今年の、4月からのその定期演奏会においてはですね、作曲家の最晩年の作品というものにスポットライトを当てて、いくつかのプログラムを組んでみました。でその、代表的な一つがこの交響的舞曲ということで、その他にも例えば、ブルックナーの9番という、ブルックナーの最後のシンフォニーの演奏会では、ベルクがですね、書いたバイオリン協奏曲も一緒に演奏されることになっておりまして、でこの2曲とも作曲家の最後の作品であるということですね。それからあるいは、プロムナードコンサートではですね、ニールセンのフルートコンチェルトというのが演奏されるんですけれども、このニールセン のコンチェルトも、クラリネットコンチェルトと並んでですね、最後の2つの、作曲ということでですね、そして、公共的舞曲と並んで演奏されるシベリウスの6番というのも、皆さんご承知の通りにシベリウスというのは、この6番を1923年に書いてですね、そして1926年までの間に、7番の最後の公共曲と、それからタピオラという交響曲を書いてですね、でその後長い長い沈黙の時期に入って、もう作曲をしなくなってしまったという意味で、6番もですね、彼の、一番最後の作品の一つであるということで、交響的舞曲と組み合わせてみました。さて、このラフマニノフの最後の作品ですね、交響的舞曲なんですけれども、これにはですね、かなり長い歴史があります。と言いますのは、彼はディアギレフ のロシアバレエというのがですね、席巻をしていた頃に、ミハイル・フォーキンというですね、ディアギレフバレエの代表的なバレエダンサーですね、男性のバレエダンサー、瀕死の白鳥などですね、世界初演しているダンサーなんですけれども、彼のためにですね、バレエ曲を書きたいとずっと思ってたんですね。特にそれがその若い頃には思い通りいかずにですね、それが実現、しなかったんですけれども、彼の大変有名な曲の一つとして知られているパガニーニの、主題による変奏曲という曲がですね、これをですね、見事にフォーキンがですね、演奏会としてもコンサートとしても成功したんですけれども、そして、フォーキンがですね、見事にそれを踊って、非常にこう、世界的なヒットとなったわけですね。でそういうことで夢の共演というのがですね、叶ったんですね。そして、その思いをよもう一度ということで、1940年に、作曲されるわけなんですけれども、その2年後にですね、この踊りの計画をですね、進めてた矢先にフォーキンが亡くなってしまってですね、そのフォーキンとのバレエのプロジェクトというのはついえてしまったというですね、彼にとってはとても断腸の思いで、彼を見送ったということが、この曲の一つの運命を示唆しているように思えるわけです。ちょっと曲を見ていきたいと思いますけれども、とにかくダンスイーツということでね、いっぱいいろいろなその舞曲的な要素が含まれているんですけれども、第一楽章の第一の、舞踏の要素というのはですね、ダガダン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 ですね。おそらくフォーキンがその飛び跳ねてるね、そういう状況が、うまく描かれて、いたんだと思います。と思えばですね、この曲には、ラフマニノフがですね、初めて彼の作品に取り入れたですね、サクソフォーンが
出てくるんですね。でこれはあの第二テーマなんですけども、ものすごくあの、まあ、冗長的で、クラリネットなんですけども、ここからサクソフォンの、まあ、ラフマニノフ特徴の 特有のですね、特徴的な特有なあのメランコリーというかですね、あの憂鬱気質というかですね、そういうのがあの明確に、まあ、描かれていて、まあ、物言い感じですよね、そのタッ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 というのと、まあ、こう対照なしているということで、このファーストテーマ、セカンドテーマですね、とても私たちを引きつける、魅力を持っている、旋律が浮かび上がってきます。そしてこの曲のこの一楽章のですね、もう一つの特筆すべきことというのはですね、あのおそらくね、ラフマニノフという人はですね、この曲の中にですね、ただ単にフォーキンとのね、あの約束だけではなく、彼のね人生の解雇を、そのまつったという形跡があるんですね。それはどういうことかというとですね、一楽章の一番終わりにね、彼が1895年に発表したですね、交響曲第1番というのがあるんですよ。でその交響曲第1番は、まあ、歴史的な大失敗になるんですね。あの普通、若い作曲はですね、交響曲第1番を書くということはやっぱりすごくあの、まあ、むしゃぶりしてですね、そして、まあ、期待値が高まってね、そしてもう、この曲によって自分の名前がね世に出る、そういう信じて疑わなかった、その第一交響曲がですね、もう何とも言えないこう惨敗に終わるんですね。そしてそれからラフマニノフはですね、3年間何も書けなくなっちゃうんです。そういう歴史をラフマニノフというのは実は繰り返すんですけども、それの第1回目がこれだったんですね。それでね、この曲の中に、こういう場面が、こういう旋律が一楽章の一番最後に出てきます。この実はですね、あの第一番の交響曲ではクラリネットでね、単調でこう出てくるんですね。これに若いラフマニノフはですね、命を懸けていたんですよ。とか大失敗。でこれをね、この交響舞曲のね第一楽章の一番終わりに出すんですね。
で、これはね、その時の思いをね、彼自身がですね、この交響舞曲に関しては友人にね、これは私の最後の曲になるかもしれないとこう書き送っているんですね。その手紙が残っているわけなんですけれども、でそこに彼自身の青春の何とも言えない、もう忘れがたい、その、壮絶なね、その、思い出をね、ここに、刻むわけですね。もう一回ちょっと弾いてみますけど、いい旋律ですよね。なんか成功しても良さそうなもんなんですけども、当時 の, 聴衆も含めてちょっと長すぎたとかそういうこともあったんでしょうけども、批評家からですね、散々の目に遭うわけですね。それが書き込まれています。2楽章はどうでしょうか。2楽章はですね、こんな感じで始まります。これどうでしょう、最初のこのものすごい不協和音ですよね。でこれ123123123123、8分の6って書いてあるんですけども、でもリズムとしてはですね、これワルツなんですね。そしたらダンザッザンザッザン、この破綻調のですね、これ何か悪魔がこう踊ってるようなですね、いわゆるディアブルなダンスですよね。でこれはラフマニノフ問わず、死の舞踏っていう言葉っていうか音楽がですね、例えばリストが死の舞踏っていうのを作曲してますけれども、そういうその、ヨーロッパのワルツの一つの系譜の中にですね、踊るんだけどもそれが非常に不気味であるということですよね。ですから、オカルティズムとかですね、そういうものと、結びついたですね、回るんだけどもそれは運命が回っているのであり、あるいは、何かしらこう不吉なものが回っているのであって、そういうようなこう連想をさせるというのがヨーロッパの一つ のワルツの形態としてあるわけですけども、それに、非常に基づいたですね、奇怪な私たちを不安にさせるワルツというのがこの第二楽章を占めているわけです。でこれも、ラフマニノフにとってはですね、一言ではなかったことですね。なぜかと言いますと、これは有名な、彼が有名な、2番のピアノコンチェルトを書く、その前に彼は、大変なその神経衰弱という病に陥ってですね、人前で全く演奏できなくなってしまって、この第2番のピアノコンチェルトの成功によってまたもう一回復活していった。だからそういうそのなんて言うんでしょうね、彼の中にこうそれこそそのサイクルのようにですね回ってくる何かしらこう、不吉なもの、それから自分をこう
にプレッシャーを与えるもの、デプレッションのような状態に陥れさせる、それをいつもいつも彼はこう自分の人生の中のこうサイクルとして持っていたということで、この死のダンスというのがまた彼にとっては特別な意味を持っているだろうというふうに思います。山岳賞ですね、ちょっと一転して輝かしい、っていうちょっと神秘的なね和音から始まります。でこう神秘和音というのはですねロシアの作曲家によってとてもとてもいろいろな意味でのこう共通項というのがありまして、神秘和音という言葉で有名なのが東京音楽演奏会などでもずっと演奏してまいりましたスクリアビンという人がですね、その神秘的な和音聞いただけでなんとなくこう浮遊しているような、あるいは何かしらそのこう具体的なものではない光がすごく差しているという超現実的な世界ですよねっていうようなことが、まあ、神秘和音という言葉の中に含まれるわけですけども、この最初の、出だしですね、どこへ行くんだろうと思わせますよね。っていう和音からまた、ダンスの激しい音楽が始まっていきます。そして、その中でですねこの楽章の中で、とてもとても大切なのは、D.S. イーレというですね怒りの時というですねグレゴリアン聖歌からですね旋律が入ってくることなんですけれども、これは例えば、ベルリオーズの幻想交響曲ですね、の五楽章に、D.S. イーレというのが出てくるわけなんですけど、でこの三楽章の中にはですねもういろいろな変装の形なんですけども、 D.S. イーレがありとあらゆるところにいろんな形で出てくるわけです。非常に輝かしく思っていたこのリズムの中でですね、今弾いたようにダンスがですね続いてる、そうすると急にランダーダーお前ら何をやってるんだっていう人間どもをですね戒めるような声がこう届くわけです。また人間たちはランダダ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 ダガーンパ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 ン踊って踊って踊って、そうするとパン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 、どこへ向かっていくんでしょう人間はっていうようなですね格闘する部分がですねこの三楽章の一番の見どころなんですけれども、その葛藤の中でですねもう曲が終わりに近づいたところなんですけれどもね、急にラフマニノフはこの譜面上にですねアリルヤアリルヤというのもロシア語読みなんでしょうけども、ハレルヤとこう書いているわけです。これなんでしょうね、ハレルヤって書いたところにパン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 ここにアレルヤと書いてあってですね、アレルヤ、まあ賛美を書くわけです。賛美、賛歌というふうに書くわけですね。このこう神との葛藤、人間の相克、ところがそれ自身がラフマニノフにとってのですね、もしかしたらその
格闘と自分はこれで最後の別れができるのかもしれないと思ったのかもしれませんね。そしてラフマニノフの頭の中にはそうしたまあ、苦しみの連続あるいはその、まあ、回転軸をですね繰り返してきたその自分の人生自体をより肯定しようと思うような気持ちがあったのかもしれませんね。最後のこのページにアリルーヤとこう書いて工業的仏教はですね華やかにしかも非常に複雑な印象を残して私たちの中に最後の一撃をダーンと食らわして終わるわけです。どうでしょう皆さん、ぜひ踊りの要素あるいはラフマニノフの人生を回顧する意味において、そして、人間と神の相克という意味においてですね、そしてそれを、超越してアレルヤという境地に達するために共にこの公共的舞曲を味わおうではありませんか。